ありがとうございます。今日はね、さっきの何ですか、クロマニオンズの歌とかで、すごい、あ、横島んずさんね、すごい、縦島んず屋さんだったかなすごい盛り上がってくれはったんですけど、ここからはね、ちょっとね、お休み時間みたいな感じでね、飲んで食べてちょっと休憩して、でまた休憩してもらってもあるんですけどね、一緒に歌ってもらってあれしようかなと思ってます。後につなげようかなと思ってます。でこの季節は桜をね、見に丸山公園とか、なんか高台とか、たくさん観光とかでね、いらっしゃると思うんですけども、メルクルも桜ソングがありまして、メルクルの桜ソングはですね、ちょっと明るい感じじゃないんですけど、失恋した曲なんですけど、桜との花びらとともに散った友人が失恋した時に作った曲です。それでは少し休憩してからどうぞ。マミちゃんから何かありますか？そんな無茶ぶりしたら気持ちを込めて弾きたいと思います。はい、それでは聴いてください。桜橋
させてもらったのはちょうど去年の4月だったのかな。もう1年もね経つのはあっという間で早いもので、なんか日本語がおかしいんですけど、さあこのシーズンはですね、まあ卒業式だったり転勤とかだったり年度末だったり、ちょうど年度末なんですけどね、明日から4月になるんですけど、それをテーマにした曲なんですけど、別れというのは辛いので、さよならって素直に言えなくって、で言い逃したみたいな、その時に素直に本当はありがとうって言いたかったんだよみたいな、そういう気持ちを込めて、こう別れていく人に何て言えばいいんだろう、でもこんなに好きなんだよ、今までありがとうみたいな、そんな曲を作りました。それでは聴いてください、すべて捨てて。無意識
ないもので残り52曲となりました。あ、受けたで、受けて、不安にあるよ。とりあえずメアジュースのご飯後で連絡先教えてもらえますか。変なことほんまにあるよって。いや、ほんまに教えてほしいですよね。なあ、ほんまにやってええんかな。今のはもしかしてあの和音堂できんなったプーチンかな。違うかな。あの身内ネタはやめてください。まあ、身内ネタで思い出したんですけど、あのね、一緒に音楽やってた人が今ちょっと入院してまして、あの最あのね、ね、すごい先あの大先輩のギタリストなんですけどね。で、その人が今その人のために作った曲なんです。神やな今日。神やな今日、どうしよう。今日も神々やな。両親が来てるからだと思います。こんな緊張したことないんです私。あのね、で、あの皆さんいつも常にこう願ってることってたくさんあると思うんですけど、私が今願ってるのはその人が早くにあの退院して、もう退院してんのかな、退院はしてんのか分かんないんですけど、あのもう入退院を繰り返してて、いつ死んでも分からんみたいな。そんなん言わんといてほしいよな。なんでね、あのいつか元気になってまたこう舞台の上でギターを弾いてもらうっていうのが夢なんです。で、自分は何もできひんし、なんかどうしたらいいんやろうって、もうずっとこうなんか活動をやめるとか言ってたんですけど、そんなんじゃその人の恩返しならへんっていうことで、やっぱし自分がこう前に進むことがその人への恩返しやと思ったので、あの曲を、曲がなんとなく降りてきました。どっから？この辺から。あ、その辺から。で、あの歌を作りましたんで、皆さんもなんか大切な人のことをあの浮かべながら、皆さんがこう入院してて、はよあれならへんかな、入院退院してくれへんかなみたいな友達ってそんな少ないと思うんですけど、あの皆さんのにとってそういう応援したい人みたいな人を浮かべて聴いてください。それでは新曲です、 I wish you。
ましょう、今日も旬オンドラの羊和夫、ベースがこの二人が大事です。このオンベース高木隆夫。あのね、精神年齢をね、何をやってるんだ。あの前の子供たちが不思議そうに見ています。すいません、それでは、男前のギタリストを紹介します。ギター内藤啓太、さあ、メルクルの宴会部長なんで行くの、マミー、キーボードマミー、なんか弾いて、もうそんな遠慮しちゃって、もう、はい、それで、メルクルの、全部曲を書いてます、さつきです、ボーカルです。また見かけたら声をかけてください。恥ずかしがり屋なんでそっとしといてください。どっちもねそれでは最後の曲で盛り上がって皆さんで楽しみかったねって言って帰りたいと思います。それではいきます、虹色アンブレラ。
は滋賀県でまた活動していますので、何か探してください。ヒント、何やろな、さつきで検索してください。それだけ。皆さんに発信していきたいと思います。いろいろ Facebook とか、 Facebook はさつきメルクで検索してください。それでは皆様